はい、あきらけです。おっさんのざれ言を聞いていただきます。八丈島に単身赴任しておりまして、雑談を聞いてくださいって。で、まあ、アイミブのが現状どうなってるかっていう話題と、その他もろもろなんですけど、今撮ってるカメラはね、オズモポケット初代です。で、最近さ、オズモポケット3、オズモとは言わないのか、DJI ポケット3なのか、あれすごいよね。あれに買い替えようかなと思ったんですけど、あれ7万5000円ぐらいだっけ。で、あとね、クエスト3すごいよね。クエスト3も7万5000円ぐらいだっけ。で、ただね、私クエスト2持ってるんでね、まあどうかっていうのはあるんですけど、あとね、星を撮るための広角レンズなんかも欲しいんですけど、ねえ、私の今の稼ぎではどれも、どれを買おうかなって一瞬思ったんですけど、どれも買えないっていうことに気がついて、ちょっと軽く絶望したりしてね。まあ余談はさておき。で、まあ、iMIB についてね、ちょっと聞かれることが多いんで、まあ、その解説が、をしていこうと思います。4月の中頃に持ってきまして、このソーラーパネル。で、この辺の、まあ、解説はね、他の動画でもやってますんで、どういう感じでついてるかっていうのは、まあ、そっちを見ていただいた方がいいかもしれません。で、4ヶ月じゃないや、4月の中頃に持ってきて、半年以上経って、今現状どうかというのを説明していこうかなと思います。まあ、今映ってるんでご説明します。これダンパーでね、こう角度、充電中にね、これ角度をつけると、充電能力が上がるんでっていうのをやったんですけど、案の定これはすぐ使えなくなりました。1ヶ月以上は使えたかな。でも2ヶ月は使えなかったかな。もっともこれはね、屋内用、室内で使うためのもんで、日本で980円ぐらいの安っぽいダンパーなんで、まあ最初からダメだろうなと思ってたんですけど、上ダメでした。はい。で、もっともね、この方法でここに取り付けたっていうのは、雑に、この方法を使えば厳密に位置を合わせる必要がないっていうのがあるんで、雑に取り付けられるっていう理由もあって、これを使ったんですけど、まあ、その狙いは正しいというかね、いけたんですけど、その後どうかというと。で、ご覧のようにね、若干前傾した形で、パネルがついてるんで、まあまあ、ね、太陽の方向に、まあ、南向きに車を止めるようにしておくと、まあ、若干ね、微妙に発電効率はいいかなと。で、奥にね、こんな洗濯物が映ってますけど、生活感出てるでしょう。まあ単身赴任してますんでね、まあ自分のことは自分で全部やらなきゃいけないということでございます。で、じゃあ、この 415W、まあ、ソーラーパネルは 415W で、バッテリーは2キロのバッテリー、まあ、これがね、稼働してます。で、ソーラーパネルの電力を iMIB には直接充電できないで、できないので、まあ、電圧が違いすぎますからね、一旦この 2kW のポータブル電源に電力を貯めて、その後、充電すると。いう方法をとってます。で、半年以上経って、で、激安のパネル。これ全然使えてます。もう。で、激安のケーブル。これ見ての通りね、すっかり日に焼けて変色しておりますけど、まあ一応大丈夫と。で、これを施工した時のね、動画にも載ってますけど、ここの部分を通してるんで、この後ろのハッチは、全く使ってません。使わないようにしております。今、ヘリコプターの音が聞こえておりますが、アイランドシャトルってね、青ヶ島なんかに行くヘリコプターですね。で、これなんですけど、2キロワットしかないので、案の定ですね、昼過ぎにはいっぱいになっちゃうんですね。ですから、昼休みの間に、ちょっと電気を吐き出しておかないと、これいっぱいになっちゃうんで、もったいないですよ。電気捨てることになっちゃうんで。で、昼にね、30分ぐらい、充電してますね。で、昼休みに、電気ポットで、この電気ポットもこの、ポータブルバッテリーにつなぐんですけど、車に充電しつつ、車の方の充電は 100V ですね。この電気ポットは 12V なんですけど、まあ、12V 出力と 100V 出力同時にいけるんで、お湯を沸かしながら車に充電して、で、カップラーメンなんかね、作って、ぼっち飯、言うなーって。まあ、車の中で、ぼっち飯っていうよりもね、まあ、役場の中で飯食うよりもね、ここでね、ラジオ聞きながらとか、ちょっとね、メール書きながらとか、ご飯食べた方が気楽なんで、炊いたご飯と缶詰とラーメンというのが定番の食事になっております。で、どのくらいいけてるか。で、このソーラーパネル、たった 415W ですけど、八丈島って日照時間が長いというかね、まあ、今年は特に天気良かったんで、今までね、100V コンセントにつないだことはね、2回しかないです。
で、2回、100ボルトですよ。200じゃないですよ。100ボルトにつないでことが2回あって、合計時間合わせてもね、4時間ぐらいだと思います。たった4時間。あとは、このパネルの電力で、賄えております。まあ、ここまでいいとは思わなかったですね、でもね。週1ぐらいでは充電しなくちゃいけないかなと思ってたんですけど、そんなこともなくて、最も、通勤と釣りに行くぐらいしか使ってないというよりも、島という環境で、遠くに行けないですからね。周り海ですからね。で、通勤が、だいたい片道3キロぐらいですね。で、まあ、釣りに行くって言ったって、釣り場まで、まあ、4キロもないか。3キロぐらいか、そっちも。で、ただし、標高がね、私住んでるところが84メーターあるんですね。ですから、海に行くと、まあ、標高4メーターぐらいまで下がるんで、標高差が80メーター。で、役場で、私、まあ、地域おこし協力隊なんで、役場で働いてるんですけど、役場までの標高差がね、だいたい40メーターぐらいかな。完全なフラットじゃないんで、その辺の、この消費電力の多さというのはあるんですけど、まあ、その程度の感じです。そうすると、つまり、この36万円で買ってきた車プラスソーラーパネルプラス、ポータブルバッテリーで車がもう半年以上運用できていると。でガソリンがね、まあ、島200円は切ってますけど、まあ、それぐらいするんで、いいんじゃないかなと思います。ただしですよ、ただし ふと冷静に考えると、これソーラーパネルここに積む必要ねえだろって話なわけです。いいですか。これはあくまでもおもちゃですからね。こうすると面白いなと思ってやるものであって、これによって、これをやることによって経済的に助かるとか、そういうんでやるこっちゃないんですよ。こういう聞かれるんですよね。こうやると得ですかとかね、いいですねとか言われるんですけど、多分いいですねとか言う人は、これをやると得になると思ってやろうと。いうふうに考える人結構多いと思うんですけど、これあくまでね、おもちゃですから、趣味ですからね。これマジでやることじゃないですからね。で、だから、一旦このソーラーの電力をこのポータブルバッテリーに貯めて、でその後で改めてこのiMeeveに充電してるってことですよ。ってことですよ。これ積んでおく必要ないわけですよ、これ車に。これね。これパネルも積んでおく必要ないわけですよ。パネルと、バッテリーをどこか、ね、充電。できるとこ置いといて、充電するときだけ車をつなげばいい。まあ、バッテリー積んでおくと、車の重量がそれだけ増えるでね、走行不利になりますから。まあ、賃貸住宅でね、家とか空き地とかね、近所の空き地にソーラーパネルを置けないっていう状況はあるかもしれないんで、まあ、それはあるかもしれないですね。車にパネルを積んでおくというのはあるかもしれないですけど、まあ、これはね、あくまで、おもちゃとしてね、楽しむのがいいんじゃないかと思います。ってことで、なんとかな。おっさんがつらつらと雑談を。してみました。まあ私はね、全然後悔してないし、やってよかったなと思いますよ。はい。以上、あきらけが八丈島からお送りしました。以上です。